でございます。昨日は負けてしまいましたので勝率 80% 生活恒例のみんなで考える地獄の罰ゲームやっていきたいと思います。悔しい気持ちですがしょうがねえ。みんなで持ち寄ったどこに何をどうする、これをねルーレットで決めていって罰ゲームするということで、まずはどこにやっていきたいと思います。はい、ということで新しい罰ゲームもね結構入ってたんですよ。ガッチ切れする、撫でる、かぶせる、そっとしとくとかね、結構優しいのもありつつ面白くなるようにしてくれてて僕は本当に嬉しいです。まずはどこに、じゃあこちらどこにの、どこにのルーレットいきたいと思います。さあどうだ、キャイン、キャイキャイキャイン、チャマのどこがどうなる、デコに、かき氷を、かき氷をどうすんねん、デコにかき氷、デコにかき氷を、今んとこ死にはしなそう。あ、思いっきりやってほしい。ちょっと意味わからないですね。なんだ思いっきりやってほしいって。死にはしなそうやな。ねじ込む、死ぬ、やっぱ死ぬ、ねじ込むはちょっとダメ。死んじゃうから穴開くってことだよね、多分ね。塗りつぶす、デコにかき氷を塗りつぶす。かき氷の食いすぎで頭痛くなることありますけど、デコに直接つけたらどうなるか、早速コンビニに行って買ってきたいと思います。とぅ、ただいまんごすちんということで、むちゃくちゃ探してきましたが、かき氷はうちの近所のコンビニにはございませんでした。もう時代遅れっていうことですよ。なのでまあかき氷に近いサクレを買ってきましたね。これをおでこに塗りつぶしていきたいと思います。ほら美味しそうじゃないですか。うん、美味、あ、これは美味。おでこ上げた方がいいのかな、いくか、ほとんどいまいちよくわかんないですけど、いきますよ。このレモンの部分で、あー、どうやって塗りつぶすっていうのがいまいちわかんない。あ、でも濡れてるな、濡れてるっしょ。あー、すごい、これ目に入ったら地獄だな、これ目に入ったら今日配線濃厚よ。今基礎になりましたね。いかがでございましょう、塗りつぶせたと感じております。このまま試合の方に行かせていただきたいと思います。あー、なんか冷たさとかは、あ、やばい、あ、目に入ったわ。行きましょう。今日はですね、ハベルツ6試合使って評価点は 5.75 ですが、結構強いです。なんか僕的には全然あやばい、左目が死んだ。全然あれ誰だっけ、あの人よりかなり強いと思います。なんで俺目つぶりながらゲーム実況してんだろう。こういう地獄が待ってたわけですね。なるほど、よし、じゃあ行きたいと思います。パー、いつもの元気でハベルツの良さをね出していきたいと思います。いや、もう赤目ですね、赤目。うん、ベタベタ感とかの不快感は正直そんな気にならないんですけど、マジで目ので、目がねちょっとベタベタしてる、まぶたが、目、体、人間の体ってすごいなって思うのが、こうやって目になんか入った時にさ、涙がたくさん出て、それが押し返してくれて、ちょっとマシになってきた。うん、ちょっとマシになってきたんで、いけるかもしれません。これはまさか目に、おでこがね、頭がキーンってなったりするのかなとか思ったんですけど、目がやられるとはね思いませんでした。ハベルツとザニオーロの大きな違いはディフェンス能力です。で、ザニオーロはディフェンスの能力が高いんですよ。なのでポジショニングが結構ね、ディフェンスより、ハフェルツよりディフェンス寄りのポジショニングで、こう守備によく戻ったりするんで、あの攻撃への切り替え、攻撃に切り替えてからの高い位置に取るのがハフェルツの方が早いです。ザニオールの方が遅い。
縦パス、僕なんかはだから縦パスいきなりグーン当てて、そっからトラップして、どうしよっかなみたいな、で何もできなかったらセントラルに戻すかみたいな戦い方をするので、割と近いところにいた方がこうフォワードと近い高い位置にいてくれた方がありがたいんで、俺的にはねパフェルツの方がいいかなって思うんですけど、やっぱねパフェルツはちょっとフィジカルがやっぱ弱いですね。ザニオロに比べると普通に強い選手だと思うんですけど、だからビエラとかががっつり突っ込んできたりすると、ビルドアップの時に後ろからバンって押されてよろけて、結構自陣のバイタルあたりで取られてピンチみたいなこともあったんで、まあ、ザニオルでもあんのかなそれは。ここその時にハフェルツ、あちょっとこいつないかもって一瞬思いました。でもそれ以外のパフォーマンスが良かったんで今も使い続けてますが、評価点はなぜか低いです。マッチングしなかったので2回ぐらいオンチャレに来ました。重いですけど頑張ります。まあ引き分けあるしね、引き分けっていうか延長あるしね、 PK まであるんで、まあ、勝敗はつきやすい。この戦いには向き不向き、向きわー、はい、ということで来ました、大宮から来たボンバー、潰しに行きます、絶対に勝つぞということで罰ゲームは逃れたい大宮。でもなんかこういいね、このライトな、ライトでもないのかな、割とライトな罰ゲームが続いているっていうのがまったりしていいですね。で、ここどうしようかな、デルピにして、リバウド、フーリットにして、ここハフェルツ、ハフェルツはどっち利きだ、左利きか、まあ、こっちでいいか。結構僕逆に置くの好きなんですけどね、まあいいとこ悪いとこありますけど、ボンバーしていきたいということで、ここなんや、ポーン、よし、でここですね、ハフェルツ、まあ逆バージョンもあるよと、いいよと、プレーエリアこうだよと、いいよと、でカウンターターゲットこうだよと、いいよと、いきたいと思います。ということでいきましょう、若干こう手のベタつきが気になってきましたね。うん、とりつつこうやって食べちゃう、サクレのうまさ。企業案件お待ちしております。やばナイス、いいよ、ほらハフェルツ、ハフェルツはねマジで軽さを感じます、軽さを感じるほどではないかな。でもねザニオーロのちょっと重いなっていう感じじゃないですね。まあ、今作は重さなんて気にせずにどんどんフィジカルゴリゴリ行くんやでっていうのが、危ない危ない、いい作戦っていうか、まあ、やんなきゃいけないことっていうのかな、必須条件みたいな感じはしますけど、それでもやっぱ軽い方がいいよねっていう派です。僕は結構中盤は、あーくそ、パスワンタッチパスあるのにな、お頼むで本当に、これあ、これもちなみに 80% だからね、俺今ちょっと罰ゲームが終わってほっと一息してたけど、そうだ、これもね負けられないやつだから本気でやんなきゃいけないんだ。いやーナイスター、てかさっきっていうかここ数日ターがマジで頑張ってる、すげえいい戦いを見せてますよ。さあどうだ、あーねえあんたたちさ、もうちょっとパスガンガンつなげていこうよ、ナイス、フリット、意外とダメね、オッケーオッケー、いいよいいよ、あもしかしてあれじゃない、マラングスタールじゃなくてキブがボランチなってる、あーもっといいパス取れるか、ナイス、あクソ、ハフェルツはでかいからいいねって言おうと思ったけど勝てませんでしたね。そうここはなんか結構最近さ意外と適当に出してくる人いるよね、でたまに通るみたいな、怖いです、ここ結構マジで適当にやられると、たまにねキャイン行くから、あービエ、あクライバートねえ、なんで入れ替わったの、クライバート前にいたのに諦めちゃった感じ、ダメだよ、あノイヤー連れてくんの忘れた、そうノイヤーで完封するまでノイヤー使おうと思ってたんだけど、明日からしようかそれ、うわー、
ちょっと待って、リバウド、リバウド、リバウドあかんで、そんな余裕のボールキープからみたいな、かましといて取られるみたいな、よいしょー、スーパーソル買ってくれ、ここ出る、オッケーオッケーオッケー、フラパーを結構ねこの人は使ってきますよね。あ、来た、オフない、ないね、完璧、いやあるよねやっぱね、もたついたもんな、クライファーちゃんかな今、クライファーちゃんダメだよもたついたら、今抜けてたんだからさ、え、もう気にせず出しゃいいのに、もう腰グイーンとか、あ、いいね、でもここ、あ、フィジカルで使っていきたい、フィジカル使っていきたいのに、これ取れるね、ナイス、これフラス、うわー、やだやだやだ、キープ頑張れ、サールだったら取れてたな、ね、今サールだったら取れてた、オッケー、あ、ちょっと待ってー、オッケーオッケーオッケー、全然いい、よしよしよし、さすが、これで今ノイアだったら、あの出てましたよ、あ、飛び出して、まま脇を抜かれたノイアーでしたよ、つないで、と変えるか、ここ変えていくか、とりあえずね、気分とこ、気分とこがちょっとね、サールにしたいから、オッケーオッケー、マラングサール取れる、いいね、ナイス、二人の連携がね今完全に相手の選択肢を一個一個削っていってた。でハフェルツのスタミナやばいね。ああそう、結構俺60分過ぎにもう結構なくなってるなってなったけど、35分であれか、結構地獄だねそれね、割と使えない部類になっちゃうんじゃないそれって。こっちのファルじゃないよね、オッケー、あ、35分であんな減ってんだ、俺でもムービングとかほぼ使ってないけどな、まあ単純に攻撃に上がっていくからだろうね。はい、いい、あ、惜しい、いい感じでディフェンスずれてたのにな、でもクライファートのパスが全然通ってないね、いい形のはずなのに、でるるるるるる、これは OKOKOK、あ、惜しいね、ナイスターと、ター頑張れ、ター頑張れ、危ないマニキー、いや結構ギリギリまで押し込まれてるよこれ、行かないとねこれ、 OK、 いやー来てる、いいんじゃない、お前決めろ、あーあー、お前もう最後大チャンスだったのに決めないとねえ、咳も出ちゃいますよそりゃ、だからシュート21か、うわベトベ、シュート21かって触った顎がめっちゃベトベトしてた、まあまあまあ、ブルーのジェネシオどんな監督なんだろう、ハフェルツどうですか、邪魔してないしいい感じだと僕は思うんですけどね、ネドベドとか、まあでもコンアン B だったらネドベドの方がいいよとかいう意見も出てくる可能性はありますけど、おれー、惜しいな、ちょっとファーだった今、ファーだったかな今、ニアで気持ちよくさ、こ平行で行きたかったの、平行、あ、ちょっとちょっとちょっとストップストップ、カメラが、カメラがキャイン行ってるやん、どこだ今行ったの、大丈夫かなこれ、大丈夫これ、傾いてるよね、大丈夫かなこれ、戻ってきたかな、戻ってきた、一応危ないわ、もうちょっとカメラのねセッティングを今日変えたんでうまくいくかなと思ってたけど、ちょっとやっぱミスりちゃいましたね、でもこれが一番いい角度な気がする、いろいろセッティングしたけど、さあここで1点取ろう、いくぞお前ら、気合い入れるぞ、せーの、せーのって言え、せーの、あ、ダメこれね、触れるかな、意外と触れない率ナンバーワン、あ、惜しい、あ、はい、よしお前いい、でもフィジカルだねやっぱね、フリットとルンメイゲン、フィジカルがもうぐん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 よ、ナイス、あとハフェルツの良さよ、まあ、CMF
あ、ちょっと待って、 CMF の一番の仕事は結構この僕の中ではね、危ね、そのそこにいてくれると、攻撃でも守備でもそこにいてくれるというのが大事だったりします。ポジショニングですね。そういう意味でね、ハフェルツは結構嫌じゃないんですよね。あ、チャンス来たー。フリッツキーパーも抜いちゃう。わー見て、あのね、武術家の達人が、昔の偉人ですけども、こういう言葉を残してます。敵手は戦って勝ってるようじゃまだ二流だと。本当に強いやつは戦う前から相手をひざまずかせて、おじつけづかせる力があると。戦わずして勝つ。いやまあ今ね、サクッと決められちゃったもん。かっこいいこと言ってたのによ。そういうことだと思わない？シュート打たずして飛ばすみたいな。あー、はいはい、あ、ダメ？オッケーオッケー、いいよ。いや、ちょっと1点返されちゃったね。なんかすげえ余裕だったのに、俺すげえ余裕でさ、もう勝ったと思ってたのに。ダメじゃんこれ、 2-1 で1点返されちゃう。ちょうどいいとこだったのにさ。てか結構クルトは寄ったんだけどね。あ、ナイス、これチャンス、こっちだよね。はい、ナイス。あ、お前トラップゴミだな、トラップな。そんなトラップしたゴミだお前、クライファート。頼むで、次は頼むで。オッケーオッケーオッケー、いいね。マラングサールだな、いい。あ、いいね。あー、惜しいな。クライファーちゃん、おお、ナイス、いいね。ハフェルツ、そこにいるというプレッシャー、これが相手の焦りをね、引き出して、はい、あー、なんかこうね、パスミスとかをしてくれるんじゃないかという予想で、いけ、クライファーツ、こいつのシュート、うん、まあいい、うん、こっから打ってくるっていうのが脅威になってる。え、クライファート、そこから今の感じで入るのみたいな。え、ハフェルツちゃんどうですか。あ、スタミナがもうやばいね。これはなしな気してくるね、これでもね。どうなのっていうところあるね。いや、でも今日は動画だから90分使おう。あの、走れなくなるまで使おうか。闘争心あんの？闘争心があるんだったら、俺は使うよ。ないわ。ああ、じゃあもう間近でしょうね、交代は。交代はもうすぐそこまで来てます。ジェイドン・サンチョかましていきます。ジェイドン・サンチョかまして、あとリバウドがさ、やっぱいいような気するよね。まあ、スタミナ的にも変えてます、変えますけど、リバウドがやっぱいい。しかも逆足三三っていうマジックまでついてるからね。やっぱ逆足あるやつはもうお宝だな、このゲームでは。フリットいけ、あ、惜しい。もう一回、まだこういう感じ。中行きたい。ジェイドン・サンチョ、ジェイドン・サンチョ、あ、くそ、ダブルタッチが最後出なかった。ジェイドン・サンチョ早すぎたかな。はい、あ、そう、気をつけるね。よし、危ねえ、 ここね、危ない。でもいいよ、プジョルしっかりついて。いや、バフつけたらプジョルもなんか悪くないような気がしてきますね。おい、ナイス、いいね。でここで、あ、どう、無理か。てかせっかくだからサンチョのドリをかましていきたいよね。よしよし、サイドサイドサイド、あ、ここで取りたい、ナイス、サンチョのドリ、ここ、いいね。あー、抜けるかな思ったけど、あ、サンチョのドリから相手を混沌に陥れてのこのシュート。まあ、事故、ただの事故のように見えて、サンチョがあそこでドリブル能力をね、発揮できたから見せられた、そんなプレーです。ほら、ここハフェルツ、あ、惜しい、通らないか。でもあそこいるっていうのが嬉しくない、通せちゃうのが。あー、無理か。まあ、無理だな、わかるわ、わかる。サンチョ、お前の気持ちすごいわかる、めっちゃ強っ、めちゃ強だ、やっぱサンチョは唯一。あ、これどうする、ター、いい、ターはやっぱいいわ。ハフェルツいいよ、でパスもいい、いける、あー、
三丁三丁、あ、二人は無理、あ、二人は無理ね、そんな分かる、それだけ唯一無理だもんな。おりえ、突っ込め、お、ナイスシュウキャン。で、裏ケアしてると見せかけの、いや行きたかったけどね、スライディングで削りに行きたかったけど、シュートコースグーンね、お前ここシュート打つだろみたいな感じで、まさか手前に来られると思わなかった。これちょっと相手のね、今の判断素晴らしいですね。あ、ちょっと待って、オッケー、上ね、下か、来る、下来る、下来ない、オッケー、これ得意だな、この人結構通されるわ、なんか特殊なやつやってんのか。あ、これ下行こう、下下行こう、どんどん行こう、大回りでいい、中入ると見せかけてもう一回大回り、中中中中、あああ、惜しい、ちょっとダブルタッチが早すぎたね。いや、いいわ、ダブルタッチおじさんになれるわ、これもう一回行くか、山頂、よーし、あ、ダメか、バレてるかな、カモーンっつって、あ、無理だ、あ、惜しい、ある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 、これもう鋭く中入っていく、うわうわー、アクソン無理か、スライドがでかいからね、グラインドだ、グライドだっけ、ウィー、結局三丁系だ。え、どうですか、俺ハフェルツは使いやすいしね、マジでね、嫌なところはないんだよ、ここ嫌だなみたいな。でもね、スタミナか、スタミナはちょっと嫌だけど、プレー面ではね、そんなに嫌なとこはないんだけど、びっくりしました僕、ハフェルツとサンチョだったら、あ、じゃあサンチョじゃない、ザニオロだったらハフェルツが9点、ザニオロ6点ぐらいなの、10点満点中、俺の評価でも評価点見たらザニオロが、7点で、ハフェルツは、6.7 点と結構差があるんですよ。で、CMF のポジションで使ってるんですけど、どっちもCMF のポジションって結構評価点が上がりにくいんで、あのね、他の選手でね、7点台叩き出してる人がいないんですよね、ザニオーロより。そう考えるとやっぱザニオーロを使えっていうことなのかな、これ、あ、ごめん、嘘だ、6点台だ、 5.7 と 6.7、 でも46試合で9ゴールでしょ、でアシスト13ってことで割と点取ってる。でも能力的にはオフェンス能力はハフェルツの方が高いけど、まあ、フィジカルとあとはディフェンス能力はザニオーロみたいな感じですね。だから結構低めの位置でザニオーロは、まあ、守備によく参加してくれるなっていう意識はありましたけど、まあ、インターセプトとかあるのもいいのかな、まあ、分かりませんが、ちょっとザニオーロもう一回見つめ直そうかなと思います、まあ、どっちも5アン5なんでその辺はイーブンですからね。ということでハフェルツ、皆さんの目にはどう映りましたでしょうか。僕的には使ってて気持ちいいんですけど、気持ちいいし、実際ハフェルツがを出した試合全勝してるのでいいかなって思いますけど、評価点的にはこういう評価になってます、皆さんの目にはどう映ったでしょうかということで、ハフェルツ何なんだろうね、不思議な子、神の毛、ハフェルツ神の子、不思議な子です。さようなら、罰ゲームはセーフ、バイ。